型のの入門の3回目です、えー、と1回、2回とチャーチの型のないラムダ計算と見てきたんですが、今回,から今回は型付き、チャ同じチャーチですけれども、型付きのラムダ計算と見てみようと思います、えーと。ラムダ計算で型を導入するのはどういうことか、ちょっと考えてみましょう。でまず、あのー、 型シグマから型タウへの関数は型シグマ矢印タウシグマアロータウでもいいですけれどもで関数はこういう型を持ちます要するにシグマというのがあの定義域ドメインっていいますけれども関数がその引数が取る範囲がシグマですね で、それがタウって、これ地域って言いますけれども、値を取る領域。で、そういうときに、その関数はシグマ矢印タウという型を持つというふうに言います。で、あるラムダ式 E が型タウを持つことを E コロンタウというふうに表します。で、アルファ変換、ベータ変換、ベータ関連、それから エタ変換のアルファ α エ β タ,エタの変換はこのルールは同じものだとします。でもう一回言いますけど R シグマからタウへの関数はシグマ R をタウという型を持ちます。これはあの関数型言語をあの知っている方はあのそれと同じですな。というか関数型言語って全てこのチャーチの型付き ラムダ計算から始まったものだと思った方がいいと思います。で、チャージのガズキーラムダ計算っては多分1940年代なので、多分それが ML だとかハスケルが出てきたのは多分80年代から90年代だから40年ぐらい後ですね。で、あるラムダ式が型タウを持つこと E コロンタウというふうに表します。 型付きラムダ計算の型をもう少しきちんと定義してみましょう。で、こういうふうにします。えっ、ー、と、単純な変数は、例えば V はあの型を持ちます。これをタウで表しますね。V イコロンタウですね。左側の方が変数という変数で、右側の方が型ですね。で、X がシグマっていう型を持って、 で、e が、あの、タウっていう型を持つならば、ラムダ xe、この x の下に小さく、あの、シグマって書いてるのわかると思いますけれども、この束縛変数 x というのがシグマの型を持っていて、それが e がタウの型を持つということ、これはまあ関数ですね。このアブストラクションというか、抽象化というのは、e を x で抽象化する。それはだから、x がシグマの型を持っていれば、シグマからタウへ、タウへの関数。だから、シグマ矢印タウという型を持つことになります。で、もう一つ。これは、あの、アプリケーションというか、適用ですけれども、シグマワンあの e1 が、シグマからタウの、要するに e1 というのは関数だと思っていいんですけれども、e2 が シグマならば E1E2 っていうのは E1 に E2 を適用するってことですからこれはあのタウの型を持ちますね。もう一度見ましょう。単純な変数 VI っていうのは型を持つこのことを V1 コロンタウで表します。それから昼食アブストラクションですけれども X がシグマの型を持って E がタウの型を持つならば、えー、と E を X で抽象化したものラムダ X で抽象化したもので、これの関数になるわけですけれども、要するに X の持つ型からタウのあの,あの、タウの関数、だからシグマ矢印タウという型を持つことになります。で、適用について問題で E1 というのが まあ関数でシグマから t、シグマ矢印 t だとすると E2 は、で、これはあのシグマの型を持つならば E1、e、E2 を適用したものはタウの型を持つということになります。で、もうちょっとわかりやすく、あの、適用 E1、e、E2 があの型を、タウという型を持つということを もう少しわかりやすく説明絵で書いてみればわかると思いますけどもあのー、E1 は型シグマから型タウへの関数下で下の方にこの白い丸を赤い矢印が指していますがこれはあのー、E1 というのがこういう関数だということを示していますでで今あのー、E2 いう というのはシグマの型を持つってことはこのタシグマの中に E2 っていう要素これ今小さいああの赤い丸が E2 ってありますけれどもこれがあ,のあるってことですねでシグマからタウへの関数を E2 に適用するとこういうふうになってでここがだから E1E2E1E2E1E2、e e e e、とつなげて書いた敵 E1 へ E2 を適用する これは当然タウの中にありますから E1、E2、e、はタウという型を持つことになりますね。で、この型付きラムダ計算での計算ってどうなるかっていうと、で型を持たないラムダ計算とほとんど同じになります。で、違いは一つあって、一つじゃないんですけれども、型のないラムダ計算では、 あのどんなラムダ式も適用例えば先前回見たオメガっていうのはあのオメガ X 括弧 XX というのにあのオメガ X ドット XX を適用する同じものを適用するんですね。で同じ型のものを適用してたんですが型を持つラムダ計算では適用に制限が入ります。 で、型を持つラムダ計算では、同じ型を持つラムダ式同士の適用。例えば ST、sts と ts に t を適用しようというんですが、これがもしも同じシグマって型を持っていると、これはダメですね。これは s も t も同じシグマ型だったら st っていうパターンは許されないということです。で、まあ先ほど言ったオメガっていうのが、そうですね。許されるのは、 S, S が,シがシグマから、要するに S が関数の型を持っていて、で、t がその関数の引数と同じ型を持っている場合だけですね。で、先ほど述べましたように、オメガっていうのはラムダ X.xx。で、その適応の相手がラムダ X.xx で、これは同じものですね。同じものは同じ型を持ちますので、 これは型付きのラムダ計算ではこのオメガの計算は許されない。でこういう適用は型付きのラムダ計算では許されないということになります。ちょっとまとめてみますね。で、適用は型で制限されます。可能なのは S が関数の型を持つ。関数の型を持つというのはあるところからある型からある型への関数。だからあのシグマ、矢印がある型ですね。で S, あのー、S に後ろから T が、あのー、適用できるのは T がその S の,あの頭の方、この例だったらシグマの場合のみということになりますで。これは別の言い方をすると ST っていう、あのー、適用が可能なのは S が関数の型を持って、要するに S が あのシグマ矢印タウって型を持っていて、かつ t が、後ろにか適用される t、適用する t が、その s の,その定義域の中に行けない。だから、あのシグマの型を持たなきゃいけない。かつ、適用した結果っていうものはタウっていう型を持つということです。これも図で書けますね。 で、S があのシグマからタウの関数だとします。これ下の白い丸から白い丸へ赤い矢印が伸びてますが、これは S がシグマから T への関数だっうことを表しています。で、今あの、T がシグマの型を持つということは、T っていうのがこの白い丸の、これがシグマの型全体だとすると、T っていうのはこの中の一つの,あの要素だ ということですねで st を適用するとこれはやはり st っていうのがこれはあの右側のタウのところに値を持つわけで st はタウの型を持つこの場合しか適用は許されないということですで単純な型を持つラムダ計算、まあ、特徴がありまして で、型を持たらないラムダ計算、表現力が弱いですね。同じあの、適応するのに制限がかかります。で、それにもかかわらず、あのとても大事な性質を持っていて、単純な型を持つラムダ計算ではあの、計算は必ず停止するんです。止まって、計算の答えが出る。というのが、この型付きラムダ計算の非常に大きなあの特徴です。 これは実際に計算してみたら、計算の答えが出て止まるってことなんで、あのー、コンピューターの性質から見ると、いい性質ですね。逆に先ほどのシグマ、オメガみたいな、ラムダ X.XX ですけれども、ランそれがまた後ろにラムダ X.XX を適用するって形だと、これは止まらなかったんですね。何度も何度も同じシグマに戻ってくる。で、そういうのが、 型を適用に型を制限することによって単純な型付きの計算は必ず停止します。で、ちょっと計算の例とか例を見てみます。あるオブジェクト A がある型 A を持つという判断を A コロン A、small A コロン A というふうに書きます。これはオブジェクト手法でオブジェクトとあのクラスの関係と あの同じようなものだと思っていいと思います。で型を持つラムダ計算では、計算は次の形をしています。で、関数ラムダ X、ただこれ、ドットのところに x コロン A にな,なってるのは、ラムダ X コロン A っていうのは、即場関数 X なんですが、即場関数 X が型 A を持つってことですね。 で .bx っていうのはで型 a に属するオブジェクトへ適用するとこの ba を売ることができます。で、計算の下で元ですべてのオブジェクトはユニークな値を持ちます。また計算で等しいオブジェクトは同じ値を持つというふうにします。だんんこれはもう現実の 計算特にあの型を持つ Java とかそういうものの,あのオブジェクトクラスとオブジェクトの関係にだんだん近づいてますね。で大事なのはその中でもあの正規オブジェクトという考え方があってである型に属するオブジェクトは計算によってあの値が定まる求まるならば正規オブジェクトというふうに呼びます。 例えば1、1プラス1はあの、これは自然数の型に属するんですが、正規ではありません。で、だって値がまだ決まってないです。だけれども、2、1プラス1はあの、自然数の型に属しているけれども、正規である。ただし、2は1、1プラス1を計算した結果である2は、正規のオブジェクトということになります。で、ある方への正規オブジェクトに、 計算ルールの運用がこれ以上できなかった場合でそれ自身を値として持つことになります。この場合は V コロン A。V はあの型 A を持つというふうになります。で、まあだからあの型とオブジェクト。まあこれはクラスとインスタンスの関係と同じだと思ってもいいですね。それを具体的な計算して求まる値。で、これ以上計算ができないものを正規オブジェクト。 という,ふうに呼ぶわけです、ね、この辺になるとだいぶあの型を持つプログラム言語にも近くなりますがそういうにあに型を導入することによってあの計算があのきちんと決まるきちんとあの値が求まって決まるという性質も表現できるというのは大事なことですね。